皆さんどうもコンコンチドイヒです。今日やるゲームはこちら、ミートスパじゃなかった。今日食べるご飯はこちら、ミートスパ。訂正するところ間違ってるからミートピアをやるのね。今日から6番街行ってみましょう。終わりが見えてきた。残り3つだね。かなり難しくなってくるんじゃないの。だけど行くまでの道中のザコ敵はまだまだすんなり倒せてるから、このままいけるいける。やられてるところ繰り返さなくていいから。それでは早速ボス行ってみましょう。果たしてボスはどんなやつ。二人組、二人で来るなんて卑怯だぞ。こっちは4人だけどね。だけど見た目焦げちゃってるし、焦げたやつなんて余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。まずはふりかけふりかけふりかけ祭り。ノリノリで攻撃力アップだ。これで一気に倒せちゃおう。果たして勝つことできるかな。ドゥイー、いきなり大ダメージ。これはピンチピンチ取り越して、ポンチピンチポンチポンチ言ってる場合じゃないから。振りかけて回復って、もう振りかけたくなくなっちゃった。バリア張って守るしかないか。いきなりかなり厳しいね。どうにかまずは一体早く倒したいね。ひゃっほいひゃっほい祭りでいったれいったれい。だけど手伝ったりしないと微妙だね。みんなで力合わせろよ。仲悪い、全然協力しないのかよ。あと全体攻撃はやめてね。これ以上ダメージ食らうときついもんね。こっから全体攻撃してきたら出た消しちゃうよ。それ脅しになってないからね。とりあえず急いで一体だけでも倒すんだ。手助け手助け、ナイス攻撃。でもまだやられないのかよ。ザコ敵だったらやられてるよ。これザコ敵じゃないからね。念のためふりかけで回復しておこうかな。だけどもうかなりふりかけない。これは超ベリーピンチ、略してチョベリピン。頼むから一体倒してって。あー絶対攻撃きつすぎる。もう振りかけないのにね。ほんとだよ、白飯だけだっていうのにさ。何適当に喋ってんだよ。適当喋りのチャンピオンだからね。そんな大会ないでしょう。とか言ってる間に振りかけ全滅。こっからどうやって戦えばいってんだよ。あとは安全地帯とか使うしかないか。どうにかこれで乗り切るぞ。頼むから一体急いで倒してくれ。2体から1体になるだけでだいぶ違いそうだよね。違うところの騒ぎじゃね。みんな頑張れ。相手攻撃4回だからね。もしかして全体攻撃かよ。次々とやられてゆく。振りかけなくて回復薬の花がやられちゃったね。命の振りかけてどうにか回復させて、あとは回復技使ってくれるの祈るしかない。うまくいくといいけどね。うまくいってくれなきゃ困ります。頼むぞ回復、全体回復使ってくれよ。ああ一体だけ回復、はい負け確定。諦めるなよ、厳しいけど諦めるなよ。だって全然やられる気配なし。おー、また全体攻撃だ。クルキッス一気にやられていく。残り2人でいけるのか。もうボコ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 、おまけにもう1回ボコボコ。何回言うんだよ。もうハゲマッチョ1人しか残っていない。しかも悪夢を見ている。しかし好きコードいのなくなんとかなるのか。馬おお元気になったか。よかったよかった。よくないよ、結局ボコボコじゃないかよ。こんなんで勝てんのかよ。さすがに勝てるわけないね。一人も倒せずに結局やられちゃいました。あちぴちぱー、一気に難しくなったね。むずすぎむっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。こっからレベル上げ頑張っていこうか。
花と猫がレベル27だからな。もっと強くしなくちゃいけないよね。ガラパコスでレベル上げ。お前のシーン繰り返すんじゃないよ。しっかりと装備も揃えていきましょう。だけど他の職業の方がいいのかもな。僧侶と戦士2人目にしてみようかな。攻撃と回復に特化した2人だね。この2人連れてどんどんレベル上げ。そんなこと言いながら全滅してるじゃないか。ここの敵強すぎ。強ポン一切半。強ポンベイビー。ガンガン敵を倒してどん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 レベルを上げていく。やられてるとこ繰り返さなくていいから。そしてここまでレベルが上がったぞ。約30ぐらいね。これでリベンジ行ってみよう。果たして勝つことできるかな。今回こそは絶対に勝ってやるぞ。まずは振りかけで相手の攻撃守っていく。いきなりボロボロ嫌だからね。闇には落とされない。ナイス。そして頑固で攻撃耐える。いきなりいい流れで勝ち確定。まだ始まったばかりでしょうか。そしてここでノリノリもいっちゃおうか。一気にどっちかを倒していこう。そういえば僧侶じゃなくて花になってるね。僧侶は重い病気で死にかけてます。ただの風邪でしょう。ナイス挟み撃ち。ものすごい攻撃力。ガンガン挟め挟め。なんで単体攻撃だよ。もっと挟めよ。うわ全体攻撃きつ。もうやられちゃいそう。というかやられちゃった。いきなりやられるって人生終わり。しかも鼻が怒っちゃってる。能力で復活させてくれないから振りかけ使おう。これはもう地獄ごく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 ぐにゅうめ。さっきまで勝ち確定とか言ってたのに。振りかけも使ってかなり厳しい戦い。ノリノリも一回分無駄になっちゃってるな。厳しい戦い諦めてデータ消すかな。なんでそうなるんだよ。だけど頑張ってレベル上げたんだ。いけると信じよう。いけ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 。こっちはお怒りさんで2回攻撃だ。おにゃりさんみたく言ってんじゃないよ。2回攻撃でノリノリが2回とも手伝ってくれたらいいのにね。そしたら後でもないダメージを取ってくれるね。そしたらもう一旦で終了だよ。そんなに強くはないけどね。ああやっぱり2回攻撃ずつしてくるのはきつ。んだけどハートアップで回復回復。これはラッキーラッキークッキーおいしいし。そしてこのまま攻撃しまくれ。いけいけ。ノリノリ終わっちゃった。んだけど右の敵がもうすぐ終わりだ。みんな頑張れ。バナナ食ってる場合じゃない。みんな頑張れ。だけどバナナで回復しないとね。いったれ高出力ビーム。まだ倒せないか。みんなで右を狙い狙え。全体攻撃やめて。はい負けました。まだ負けてない。負けてない。みんな生きてるよ。だけどズタボロすぎる。振りかけて回復。ジジイは安全地帯。そして早く右のやつ倒せ倒せ。あみんな組む。ジジイ復活。さあ反撃も安全地帯へ。そして一気にいけいけいけ。すぐ復活するな。戻せ戻せ。ひゃっほいひゃっほいひゃっほい祭り。みんな手伝って最高。なんでそっち攻撃。右のやつ攻撃しろよ。勝手に行動するのがアドになってるね。ハゲマッチョでどうにか右のやつ倒さないとね。これで頼むから終わりにしてくれよ。いけーこちらビーム。あーまだだった。攻撃来ちゃう。なかなか倒せないね。攻撃よりも安全地帯に入れちゃってたからね。誰だよ安全地帯に入れたの。それはドジーでしょうが。そしてまた安全地帯に入れるだけの人生。これでおお終わった終わった。ようやく一体終わり。あと一体だけになったら攻撃もしょぼいし、いけるいける。しょぼいとか言ってたら絶対痛い目見るよ。それは勘弁大弁関西弁と言えそう。安全地帯入れ替わり。
こいつの攻撃なんてって絶対攻撃、それだけはやめてよ。やっぱり舐めてたら痛い目見るよ。ふりかけももうないんだよな。一人倒そうが結局は負け確定。諦めるんじゃないよ、まだまだいけるいける。微妙に残ったふりかけを使い切れ、あとは回復薬を守り切れ。これで必死に頑張るしかないね。あれ意外とダメージ与えてた。勝ち確定。ああ、やっぱり全体攻撃だし負け確定。どっちなんだよ、コロコロ意見が変わるな。花の先乱れろ、みんな回復ありがとう花。これでやっぱり勝ち確定。全体回復はありがたいね。ありがた新潟大クワガタシャキシャキン。回復さえできればいけるいける。あと少し熱だめちゃう。悪魔なんて安全地帯に行けばいいだけの話。ずっと悪魔だけやっといてください。そんなボス弱すぎでしょうか。またまた安全地帯、後半は安全地帯に入れるだけの人生。ナイス回復。安全地帯と回復能力があればいけるかな。よーし、ヒットポイントはほぼ満タン。じゃああとは攻撃攻撃攻撃やるのみ。あとちょっと、もういけそうだね。でもまだ全体攻撃。油断大敵、こいつ強敵、先生の髪の毛絶望的。ギャグを言う余裕もあるね。手伝いまつりで、ありがとう、倒せた、ありがとう。リベンジいけてよかったね。これで6番街終了、どんどんいっちゃおう。7番街いけるかな。この勢いで行くしかないでしょ。やってやる。どんどん先へと進んでいって、あっという間にボスボスボス。今回は一人か。一人だったら、余裕なよっちゃん、89歳。いや、ちゃんと勝利って、一人でも、パワーアップしてると思うよ。とりあえずは、弱い二人を守っておこう。そして、ノリ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 、ノリノリ祭り。これで、頑張るぞ。あ、絶対攻撃、強すぎる。さらには、ロックオンされてる。まだまだ強い攻撃来るってことか。もう、諦めます。諦めんの早すぎだから。諦めて今食って平行いて寝るだけだ。そんなことしてないで頑張ろうよ。さらには全然手伝わない。ノリノリの時は手伝ってくれよ。そして録音されてるから僧侶は安全地帯に隠しておこう。そしてハゲジジは守っておくか。これで録音の攻撃も大丈夫かな。いけいけ手伝えって、なんで単体攻撃だよ。うわまた全体攻撃来た。嘘でしょ、もうやるぞ、やるの早い。いきなり厳しすぎる状況だね。もう厳しい通り越して厳しいよ。結局厳しいかよ。とりあえず振りかけて回復、あとは誰かが復活させてくれることを祈るだけ。そんなんで大丈夫かな。復活させるために僧侶を前に出しておこうと思ったけど、録音されてるからやられちゃいそうだし、やめておこう。もうどうしたらいいんだい。頭おかしくなっちゃいそう。冷静になりなさいよ。頼む、もうとどめさせてくれ。まだ始まったばかりだから。攻撃は単体攻撃2回助かった。そして復活させるんだ、ミラクルピーター。あー、ただただハゲ頭叩いただけかよ。残念観念なんだよね。どよっさー、またダメージ食らっちゃってるから振りかけて回復しとくか。徐々に徐々に振りかけなくなる。ロックオンのせいでかなり厳しい状況続いてるね。僧侶がずっと後ろにいるのはきついね。早くロックオンの攻撃を終わらせてくれないかな。またまた単体攻撃2回かよ。そしてミラクルピンターを切ろう。またただ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 ハゲを叩いただけ。かなり厳しい状況続いてるね。回復もいないからここで一旦修理しておきますか。ここでロックオン攻撃、うわとんでもない攻撃力、2人やられちゃった。どうすりゃいいんじゃーい。やっぱりこの敵強いね。とりあえずロックオン外れたから僧侶を前に、そして仕方ないから命の振りかけ、ハゲジジ復活。もうおじいちゃんだから死にかけてるけども復活。
ドヒーがそんな見た目にしただけで生き生きしてるから。そして僧侶で復活、ありがとう。んでも全回復ではないから振りかけ使っとこう。そしてここで挟み撃ち。なんで僧侶と挟み撃ちだよ。しょぼしょぼゲロしゃぶゲロしゃぶ。あと守りも使っちゃおう。そしてノリ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 祭りで倒していこう。あ、回復させるの忘れてた。まあバリアはつけてるからいいんじゃないの。あとは修理で回復、一気に回復。そしてあっという間にバリア壊される。もうバリアなくなっちゃったからロックオンされても防げない。またあれが来たらきついね。その前に絶対倒すしかない熱ダメージ。まだ体力半分も残ってるのか。結構大変、ノリノリも少なくなってるし大変。ああ、僧侶やられそう、弱すぎだから。だけどふりかけはまだ残ってるからここで使っちゃおう。ふりかけふりかけ、ご飯おかわり食べ放題。っていうか僧侶は自分で回復するからいいか。もし回復しなかったら怖いけどね。さすがに回復するでしょ。あとはみんなで攻撃だ、手伝いまくってくれよ。全然手伝わないけど、ナイス挟み撃ち、ナイスダメージ、いいぞいいぞ、馬も頑張れ頑張れ。一気に体力減ってるぞ。そして初めての月行動、騎乗攻撃2、思いっきりトレイ。5000ダメージとか与えてよ。それは強すぎでしょうか。で、一気にロックオン攻撃に大金やられた。終わった、これはもう負け確定。いやに厳しくなっちゃったね。どうしようどうしよう、この二人で勝ってるのかな、ミラクルビンタ来ないかな、どうしたらいいのか分かりません。怒ってるからミラクルビンタもできないもんね。もう倒してくれるの、ハゲ二人に祈るしかない。ナイスミラクルビンタ、やったー、ナイスナイスナイス。振りかけ、急いで振りかけ、これで回復できればまだどうにかなるかもしれない。奇跡が起きてるね。ミニトピアは運ゲーだからね。レベル上げとか大事だけどね。勝つとかない、ハゲマッチョはノリノリにしておこう。そして攻撃、頼むから倒してくれ。ダメかな、あ、またまたターゲットをすぐにはやめて、うそー、全体攻撃危なく、やられるとこだ。そして復活、ハゲ卵復活、ここでの復活ナイス。頼むから急いで回復魔法をしてくれよ。だけど怖いから一回だけ安全地帯に入れとくか。じじい、そこでゆっくり休んどくんだ。そして100ポイ100ポイ100ポイ祭り、大ダメージ与えたらえい。まだ倒せないか。なんで僧侶がかばってんの。あー、そこをやられてる、嘘でしょ。で、全体攻撃で2人もやられちゃった。残るはじじい、おー、起き上がった、ナイスじじい。だけどこっからどうすりゃいいの。最後の熱弾連射、おー、やったやったやったよ。この一撃で倒せ倒せ倒せ、なんとかギリギリで倒すことできました。ありがとう。ものすごい、いい戦いだったね。ギリギリすぎる戦い、こいつは勝てて、うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハピ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 ピッ。この勢いで8番街も行っちゃいましょう。絶対無理だよ、あんなにギリギリだったのに。雑魚はあったり倒していけたから、いけるいけるいける。さあ8番街のバスやってきたぞ、倒してやる。やばそうなやつが現れたな。果たして勝つことできるかな。負ける気しかしないけどね。また今回も奇跡を起こすしかない。クールで全ての攻撃をかわすかもしれないしね。とか言ってる間に全体攻撃、もう一人やられそうなんですけど、二人やられてた。始まってすぐにもう絶対絶命で地獄ごく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 牛乳うめ。やっぱり相当強いよこの敵は。強すぎ、強っぽん一切ハン、強っぽんベイビー。とりあえず振りかけて僧侶復活の回復、あとは復活呪文をやってくれるの待つしかない。そして馬で騎乗攻撃2。
ナイスダメージ、そして相手もナイス攻撃、敵を褒めてどうすんじゃい、ナイスナイスナイス回復魔法、これでどうにかなるかな、ならない気がするけどな、相手が強すぎる、とりあえず回復させとくか、全体攻撃来たらまたやられちゃいそうだしね、頼むから全体攻撃禁止、使ったら反則負け、だけど反則するのが敵だからね、きついな、あ手下呼んだ、こいつ仲間呼んでくるのかよ、手下は早く倒した方がいい気がするから、ノリ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 、ともノリとも、ひょっほいひょっほいひょっほい、まつり、いっとれいっとれ、今イチャイチャしてる場合じゃないだろう、何ものすごく好きになってんだよ、だけどこれで回復するからいいじゃない、さあ、ひゃっほい祭りだ、手伝ってガンガン敵を倒してけ、ナイス、手下をすぐに倒して、あとはボスに攻撃攻撃攻撃で手伝え手伝え、なんで単体攻撃ばっかりだよ、手伝えよ、そしてまだまだ手下呼んでくるのかよ、呼びすぎだからよそ見してる場合じゃない、ナイスナイスナイス、急にいい感じに戦い出したね、全体攻撃反則負けって言ったのが聞いてるのかもしれない、こっちの声聞こえてんの、そんなわけないでしょう、いい感じに手下倒して、またボスを一気に攻撃攻撃攻撃じゃない、なし手伝い、ぐんぐんダメージ与えてこう、これなら勝てるかも、ああ悪夢やめてよ、そして攻撃もきつだけどナイス回復だ、ところでまた好きになってる場合じゃないから、好きになったらいろんな行動も増えるしいいじゃない、てか好きレベル低く、こんなレベルで来るなよ先生、なんで先生のせいになってんの、どひでしょうか、安全地帯とふりかけを使いこなして絶対に勝つぞ、果たしてこのままいけるかな、ジジイもナイス回復、これでみんなで攻撃行きまくれ、あーちょほーが切れちゃったよ、普通の攻撃じゃ弱すぎるよ、ジジイ嘘でしょ、まだまだこんなに体力残ってんの、やっぱり8番街は強いね、こんなに頑張ってきてこれだけ、もう勝つ気ありません、完全に諦めちゃった、諦めたくなる気持ちもわかるけど、あーまた全体攻撃勘弁してくれ、うー二人一気にやられる、強すぎるぜ全体攻撃、そして悪魔ミラクルビンタも起きない、ただハゲを叩いただけ、これきつい、どうすんじゃい、勝つのふりかけもないしね、どうしたらいいもんかね、ふりかけで回復したところでどうにもならないよね、ハゲジジイは全然回復できてないもんね、守りのふりかけ混ざった、これでなんとかなるかなってなるわけないよね、この状況もうなるわけないよね、ボスの体力半分以上残ってるもんね、手下を呼んじゃう余裕もあるよ、ああここで悪夢、ああ悪夢でやられてる、残るはハゲモチだけ、復活の能力もないし一人でどこまで頑張れる、さすがにこれは頑張れない、いやここからクールで全ての攻撃をかわしまくれ、あーダメだった、さすがにかわせないよね、もう最後のあがき高出力ビーム、それでは皆さんさようなら、もう終わり、こいつ強すぎ、勝てるわけないよ、あちぴちぱー、悪いところなんてなかったけどな、どう考えてもレベル低すぎだよ、じゃあレベル上げてリベンジオレンジマジマンジ、というわけで今日はここまで、よかった高評価お願いします、それじゃあまたお会いしましょう、バイバイバイバンバーピー、チャンネル登録よろしくお願いします。